road to being crowned champion starts today. Definitely people are overlooking how good we can be. Anything but first place is not acceptable for us. There's a lot of people think that Clutch Gaming can easily make the peak upset. I gotta prove for them that people are correct. We are here to recover HK pride. 이런 기회가 크게 있는 게 아니니까. I'm just so happy to know that all the work that I put in has finally paid off. To me, there's no question, like, we're gonna make it through. This is the first time that, like, we're just going in and just playing our game. I think we have a really, really good chance to actually get first in our group. People talk about me, I'm good, or they think I'm bad. I'm just here to win. I don't want to just get out of planes, you know. I want to win worlds. 那这次我们会让大家记住HK。 I have a really good chance, and I will not waste it. みなさまこんばんは。本日は2019ワールドチャンピオンシッププレイイングループステージ Day1 の模様をお送りいたします。実況を務めますイエーガーです。解説にはリクルーツさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今年は先日 LJL2019 サマースプリットで優勝したデトネーションフォーカスミがこの2019ワールズに出場いたします。ワールドチャンピオンシップは世界各地のリーグからトップチームが集い、世界王者の称号と優勝トロフィーサモナーズカップをかけて戦う年に一度の国際大会です。今年の開催地域はヨーロッパでベルリン、マドリード、パリの3都市を巡りつつ進行していきます。まずは本日10月2日から4日間かけて行われるプレイングループステージに出場するチームを紹介いたしましょう。まずはグループ A から、アメリカ LCS 代表からクラッチゲーミング、ロシアを含む独立国家共同体 LCL 代表からはユニコーンズ・オブ・ラブ、オセアニア OPL 代表からはマンモス。続いてグループ B、 ヨーロッパからは LEC 代表スプライス、ラテンアメリカ LLA 代表からはイスルスゲーミング、そして日本 LJL 代表はデトネーションフォーカスミーとなっています。続いてグループ C です。チャイニーズ台北 LMS 代表は香港アチシュード、ベトナム VCS 代表はローキー e スポーツ、東南アジア LST 代表はメガ、最後にグループ D です。韓国 LCK 代表ダムアンゲーミング、トルコ TCL 代表ロイヤルユース、ブラジル CBLOL 代表フラメンゴ e スポーツ。こちらの12チームがプレイン突破をかけてドイツベルリンにある LEC スタジオにて BO1 のダブルラウンドロビン形式にて戦います。なお2019ワールズでのパッチは 9.19 となっております。さてリクルートさん、はい、まあ、こちらに12チーム、このプレインステージ、プレイングループステージに登場するチームされてますけれども、注目のチームありますでしょうか。なんといってもダマンゲーミングになりますよね、はい、もうプレインにていいチームではないというほどの評価を事前から受けている通り、はい、ソロレーナーの2人の爆発力がちょっとプレインにいるプレイヤーたちからするとかけ離れているかなというふうな印象も受けますし、はい、このチームの動向というのは見逃せない。あとはスプライスもかなり強いなという印象はありますね。まあ、なんといってもそのテンプレート通りというか、もう教科書のような動きを、してくるチームなので、本当にチームゲームを勉強されたいと思っている方は、うん、僕たちのチームを見た方がいいよとインタビューでも答えられていたぐらいには、かなりいい動きをするチームだなというふうには思いますね。いや、まあそのスプライスはデトネーションフォーカスミが配属されたグループ B にいるわけですから、少し気になりますよね。そうですね、どういった戦い方をしてくるのかと、うん、まあ、特にパッチ 9.19 ということになります、はい、ここから1ヶ月間そのパッチで戦っていくわけですから、まあ、そのお手本をここが見せてくれるかなというところも期待してますね。なるほど、ダムワンゲーミング、そしてスプライスにリクルさんは注目されているということですね、はい、
さあそれでは、本日のスケジュールの方を見ていきましょう。はい、1日目にして早速 LJL 代表としてデトネーションフォーカスミーが出場いたします。2試合目そして4試合目、グループ B のスプライス、イスレスゲーミングと戦うことになるわけですか。そうですね、まあ、まずデトネーションフォーカスミーとしては、はい、1戦目スプライス、特に注意しなければいけないのはミッドレーナーのヒューマノイド選手という、スーパーキャリーがいるわけなんですけれども、そこに注意をしながら自分たちの戦い方を貫いていくと、まあ、プレインステージはとにかく、自分たちが持ってきた戦略というのをどれだけ発揮できるのかというのが、重要になってきますから、スプライス相手にもイスルス、ゲーミング相手にも、まずは自分たちの信念を貫き通すということにはなると思いますね。まあ、準備期間があった中でその中で作り上げてきたものをまずはこのデイ1のスプライス相手に、そしてイスルスゲーミング相手に見せてもらいたいですね。そうですね。さあここからは1試合目のクラッチゲーミング対ユニコーンズオブラブの試合になるわけですけれども、こちらの試合についてリクルースさん何か注目している点ありますか。まあ、そうですね、とにかくそのユニコーンズオブラブというチームがですね、はい、まあ、MSI を見ていた方であれば分かるんですけれども、ベガスカドロンという同じ CIS、として MSI に出てきたチームから3人同じメンバーを、はい、持ってきていて、トップジャングルミッドが同じメンバー、そしてボットレーンが変わっていて、ボットレーンの2人、特にかなりのベテランのエドワード選手、サポートの選手ですね、はい、まあ、彼がちょっと鍵を握っているかなというふうに僕は思ってますね。なるほど、どういった点で鍵を握っていると。その結構、ジャングルのアナナシック選手であったり、はい、ミッドレーナーのドーマン選手、彼らがかなりハンドスキルが高いんですけれども、うん、まあ、無茶な動きをすることもあってですね、そこをどれだけベテランのエドワードが抑えられるかっていうのが、ここが勝てるかどうか一番直結してくるポイントかなと思うので、まあ、エドワード選手の力量に、期待したいですね。まあ、画面に映されていますのがこのユニコーンズオブラブの選手の様子です。はい、今映されているのがアナナシック選手、ジャングラーの選手ですね。特に彼の序盤のアグレッシブなジャングルというのが試合の勝利に導いてきた大きな要因の一つでもありますから、うん、彼のジャングリングというところも注目していきたいですね。まあ、そしてこのチームを語る上で外せないのがこのノーマンズ選手、ミッドレーナーのプレイヤー。いや、彼の、まあ、凄さというか警戒しなくてはいけない点として、まあ、ある驚異的なスタッツがあるんですけれども、このワールズ出場プレイヤーの中で、ワールズ出場のミッドレーナーの中でですね、唯一ダメージシェア率が 30% を超えているミッドレーナーだと。この今のメタで結構ミッドレーナーがそれだけのダメージのシェアを出すというのは本当に驚異的な数字で、はい、まあ、ノーマーズ選手がどれだけキャリーをしているのかというのがその数値からも見て取れますよね。ちょっとそのミッドレーナーのノーマーズ選手がかなり警戒対象にあるとすると、やはりクラッチゲーミングとしてはこういう風にミッドレーナーに対してのバンをまずはしていきたいと。まあ、あとはボットレーンでも使えるんです、はい、シンドラというチャンピオンは、いわゆるそのリナックス選手もシンドラをボットレーンで使った経験というのもありますから、そこは警戒しのバンですね。プレーオフのファイナルでも見せてましたね、リナックス選手。一方のユニコーンズオブラブとしてはトップレーナーのフギ選手をかなり警戒している、はい、彼とあとコジさんという、ボットレーンのエリアのプレイヤーがいるんですが、この2人が、まあ、二大巨頭としてクラッチゲーミングを支えている大きな要因、そこはダモンテ選手というミッドレーナーの方が、ユーティリティ系のミッドレーナーとしてサポートしていくというような、そういったチーム構成になっていますから、まずはそこの警戒だと思いますね。さあドラフトが勢いよとスタートしております。クラッチゲーミングはシンドラ、ユーミ、キアナ、ユニコーンズオブラブはパンテオン、ランブル、そしてガングプランク。さあ互いに警戒しているプレイヤーがはっきりと分かれる形になりましたが、クラッチゲーミングファーストピック、まずはレネクトンから。ここはもうかなりトップレーナーバーンされてしまっているので、まずは安定して出せるレネクトンとミッドレーンに逃がすことができますので、かなりいいですね。さあユニコーンズブラブラの開始は、おっとレクサイです。まあそうですね、パッチ 9.1 でバフが入って、まあ、タワーにも、ね、しかしダメージを与えることができるように、なったこと、さらには物理防御も上がっているので、まあ、メタには上がってくるだろうなと予想されていたジャングラーの一体ですね。早速この1戦目からそのレクサイが飛び出しました。そして2位を抑えてきたユニコーンズオブラブ、それを見てクラッチゲーミングはザヤラカン。このザヤラカンというチャンピオン、ザヤが、特に難を受けてしまって、アーマーの低下、そしてアルティメットのクールダウンが伸びたことで、ちょっと使いづらいかなという印象はあったんですが、それでも、自信を持って出してきましたね。そしてユニコーンズオブラブサードピック、モルガナです。これはもうラカに対してのカウンターとして抑えているということだと思います ね。どうでしょう、これユニコーンズオブラブ、この2位子がどこに行くか、クラッチゲーミングとしては分かりづらそうですね。そうですね、ちょっとまだ、掴みづらいポイントではあると思いますが、この2位子は、まあダモンテ選手から2位子を取り上げるという意味もあると思うので、
まあ、1つ抑えておいたというピックにはなると思いますが、そうですね、あとはジャングラーが見えていないことで、まあ、リラ選手の特に、得意であるスカーナ、あとはジャーバンなんかも、バランしておいてもいいかなというふうに感じますが、エリスこちらも得意としてますね。さあユニコーンズオブラブは今度はジャングルへと、ジャングルのリラ選手への警戒を強めていく番をしてきました。クラッチゲーミングは対してこのインダックスボットレーナー AD キャリーのインダックス選手への番ですが、おっとユニコーンズオブラブハイマーディンガーをここで取ってきました。ボット運用になりますかね。そのハイマーディンガーパッチの影響で、かなり罰されたこともあって、はい、スタン時間が伸びたというのも、かなり大きな影響があると思います。そして相手のボットレーナーがコディさん選手非常に強いということもありますから、そこに対して、まあ、レーンを安定させるという意味だと思いますね。さて対してのクラッチゲーミングのセカンドピック、まずはエコーから。さあそしてラストピック、アカリ。これでエコージャングル、アカリミッドということになりそうですかね。まあ、アカリとレネクトンはフレックスのピック、タイミングを見て変えるということになると思いますが、ただやはりエコージャングル出てきましたね。W のバフが入ったことによって、まあ、スタン時間が伸びたこともあって、まあ、かなりジャングルとしての運用がやりやすくなったと、いうこともありますね。さて残るはユニコーンズオブラブのラストピックですが、おっとこれトリスターナ、直前までビクターと悩んでいたようですがトリスターナにしました。これでちょっとレーンの配置が、はい、少し分かりづらくはなりましたね。トリスターナソロレーンの運用もあるので、まあ、誰がどこに行くのかというのが読みづらいピックではありますが、ただ、さあトレード見るにユニコーンズオブラブ、これノーマンズがミッドでトリスターナ運用することになりますかになりそうですかね。まあ、やはりチームの中心人物が彼だというところで、はい、しっかりとダメージが出せるキャリーを彼に渡したいということだと思いますね。まあ、確かにハイマーディンガボットに置いてますからダメージのバランスというところもしっかり取れてますよね。そうですね、 2AD、A3AP というところでバランスは非常にいい。対してのクラッチゲーミングもそこまでバランスは悪くない、はい、いいですよね。さあクラッチゲーミングはどうやらトップレーンにアカリ、そしてミッドレーンにレネクトンという選択になりそうですか。そうですね、どちらのチームも、まあ、かなり少数戦が非常に強力な構成になっていると思いますが、特に、ユニコーンズオブラブとしてはノーマンズ選手がいるこのトリスターナを中心に、ちょっとゲームを組み立てていきたいかなというところですかね。一方でクラッチゲーミングとしてはやはりザヤラ感が取れているというところは非常に強力なポイントではあったんですが、はい、対面がそのハイマーディンガモルガナということで非常にウェーブクリアが早いですし、ちょっとここから組み立てていくのは難しい中で、どこから崩していくのか、特にリラ選手の動き、序盤の動きが、非常に注目になってきますね。ボットレーンに仕掛けないという選択肢、まあ、つまりはどうでしょう、トップからミッドにかけてシフトするというのも考えられると。そうですね、アカリ、レネクトンともに、まあ、スノーボールすればするほど非常に強力なチャンピオン、まあ、なおかつレネクトンはガンカー性が非常に強力ですからね、そういったところを狙っていく可能性というのも十分ありますね。さあそれでは始まりましたワールズ2019プレイングループステージ Day1 ゲーム1、クラッチゲーミング VS ユニコーンズオブラブスタートです。さてまずリラが少し面白い動きを見せています。ボットレーンのレーンブッシュに一つワードを使いましたね。これでハイマーディンガーのレベル1の動きというのを一つ警戒していくということにはなりますね。さあ UOL は全体的に広がっていく選択を取ります。さあそしてクラッチゲーミング、リラは一度リコールをしてトリンケットを持ち替えました。リラ選手がですね、はい、そのスカーナーであったりジャーバンであったりタンク系のエンゲージをするチャンピオンを使った際は非常に高いパフォーマンスを発揮するんですけど、他のダメージを出す、系統のチャンピオンを使った際のパフォーマンスが、まあリージョナルファイナルを見ているとあまり良くなかったので、そこが改善されているかどうかというのも注目ですね。まあ、今回はエコーということで比較的ダメージを出すチャンピオンですからね。おっと、そしてこれはリーシュをさせずにというボットレーンの選択になります。となるとクラッチゲーミングとしては 2v2 のところから戦っていきたいという狙いが、まあ、少しでも見える、そういったスタートになりますね。まあ、そしてミッドレーンはモンテバーサスノーマンズ、おっとレベル1から仕掛けていくインナックス、ここはフラッシュを使います。イグナイトとフラッシュのトレード、さらにはエドワードの体力もかなり削られました。UOL の特徴として、まあ、ベガスカドローンから比べたときにですけど、はい、ボッ
ットレーンが少し弱くなったかなという印象があるんですよね。やはりガジェット選手とサンタス選手というプレイヤーがいたんですが、おっと、その2人の方がやはりプール的にもパフォーマンス的にも上だったので、そこは少し心配だったんですが、そこをクラッチゲーミングとしては躊躇なくついていくという選択ですね。まあ、その代わりというところでエドワード選手の、まあ、ベテランとしての技量というところが、まあ、手に入ったわけですが、さあミッドレーンではノーマンズがレベル2先行からもうかなりの有利を作り出しています。体力リード、レネクさんはまあここから体力こそ回復していきますが大きな有利ですね。まあ、おそらくガンク合わせからということにはなると思うんですが、トップレーンではアナナシック、トライブッシュのワードを破壊します。さあリラの行くレーンがここから気になってはいきますが、今のところはボットレーンサイド、さあアナナシックが相手のトップサイドのジャングルへ入っていって、ブルーバフがあることも確認しました。それに対してリラ選手としてはカウンターでボットレーンサイドの相手ジャングルに入っていく、これでジャングルをトレードするような形になりますね。こうなると、まあ、やはりボットレーンの 2v2 でザヤラ感が取れている上にトレードでも勝ちきれている、クラッチゲーミングとしてはかなり優位な、そういったスタートになりそうですね。そう、ただここでリラがミッドレーンに、まずはパラレルトラップですがロケットジャンプでのノーマンズ生還です。まずミッドレーンの状況を回復しないとリラ選手がこれ以上危険な呼吸するのは難しいという判断ですね。ただこうしている間にアナナシックはウルフのスティールに成功しています。さらにはこのトップサイドのリフトスカトル、ただこれはリラが見ているぞ。パラレルトラップはクサにはなりません。タイムアンダーをまずは1回当ててガモテのフォローもありますが、トップレーン先に寄れそうなのはボスです。これは一度諦めましたクラッチゲーミング。そしてボットレーン、これはブラックシールドエドワード対応です。ただいいダメージ、やはりもう UOL としてはここ 2v2 のところで勝負せずにウェブのプッシュだけと、一方で CG としてはそこを崩していって、キルを狙っていくという意図がやはりずっと序盤から見て取れますね。リラもこのタイミングでボットレーンに向かっています。ああブレードコーラーでスネアも入れながらいいダメージトレードです。さあそしてボットレーンからバルカンが動いた、アナナシックにパラレルトラップのスタン、まずはタイムワインダーも合わせているぞ。ダモテが寄ってきてメッタギルのスタンを狙いましたがここは距離が届きません。さあリラがスマイトでボットサイドのリストスカトルを抑えています。トップレーンではフニ対ボス、ウェーブプッシュはボスができています。明かりとしてはここから、レベルが上がっていってレベル6から仕掛けていくということになる。ボットレーン狙っていくがこれはワードによって移っています。パラレルトラップは置いてはみますが届きません。これ立て続けにプレッシャーをかけることでウェーブのプッシュをさせない、さらにはレーンをフリーズして相手のシェスをロストさせる、かなりいい動きになってますね。いやここまではクラッチゲーミングが徹底してのボットレーンサイドから展開をしていきます。インナックスがここでテレポートを使用してボットレーンに復帰、バルカンはエドワードの位置が見えています。依然としてボットレーンのジャングラーの影響力というのは、クラッチゲーミングサイドの方が強いままなので、まあ、このリコールの装備の優位というのがあったとしてもそこまで強気にプレッシャーをかけに行くということはできないですね。まあ、ここまではかなりクラッチゲーミングリーダー選手がボットレーンへ徹底的にという動き続いてますが、アナナシック選手少しそうでしょう、アクションとしてはおとなしめなのかなと思うんですけれども、そうですね、普段の彼からすると、そこまで強気なプレーというのは行えていないですね。おっとここはリコールをクルーグに止められてしまいました。やはり一度ミッドレーンにカバーに入られてしまってノーマンズ選手が仕掛けるタイミングでの奪われたことによってですかね、アナナシック選手が強気なプレーというのが行えなかったということにはなっていると思いますね。いやただやはりこのノーマンズというプレイヤーUOL の核となっているプレイヤーですが強いですね。レーニング非常に強力ですね。ガンクのプレッシャー、まあ、バルカン選手もかなり動いていて立て続けに食らってはいるんですが、まあ、やはり W のブリンクがあるので、まあ、来られてもそこまで脅威ではないということで強気にハラスを行えてますね。まあ、試合前に少しそのノーマン選手の驚異的なスタッツについて触れたんですが、まあ、ダメージシェア率が 30% 超えていると、それに加えてなんですけれども実はこのノーマン選手ジャングルの助けをもらっているプレイヤーかと言われると実はそうではない。確かリーグ内ですと4番目ぐらいの値なんですよね。まあ、どちらかというともそのアナナシック選手に対してついていく、もしくはもう1人でキルを起こしてしまうようなそういったプレイヤーですからね。アナナシックは
レッドバフのスティールをしようとしていますが、気づいているかリラ、スマイトで抑えました。狙ってますが、これリラ警戒してますね。これは視界が取れますからね。まだ残っているんじゃないかということで、さあ本身手裏剣から仕掛けていくのはフニですが、ボスもいいダメージを返していきます。ただやはり徐々にですが、フニ選手の方がプレッシャーが増していってますね。アナシック選手としては一度どこかに眼光を決めてというプレー狙ってるんですが、いや、いいウェーブの状況です。タワーダイブを狙いそうだ。アルティメットもないですからね。ここで入ってきたパラレルトラップはどうするか。さあボスうまく避けている。ただスマイトからスローを入れてフラッシュインリラしっかり持っていった。フニがタワーのオグロを受けてはいますが、ただ獲物定めからボイドラッシュでアナナシックも返していく。さあレベルは6対5です。ただリラ果敢に攻めていく。エドワードが合流してきて、さらにはノーマンズが下からロケットジャンプ。ノーマンズにキルが入りました。21トレード、トレード制したのは UOL です。ここはミッドレーンの 1v1 での有利というのを非常にうまく生かした寄りになりましたね。さらにはエドワード選手 もうボットレーンの追尾諦めてすぐさまトップに寄った、いい動きですね。こういった動きですよね、エドワードに求められているのは。そうですね、全体のバランスを取る動き、これができると UOL としては爆発できますね。さらにはハイマーディンガーを取っていることからウェーブクリアも早いですしね。タワープレートは1枚でボットレーン済んでますね。さらにはブルーバフのスティールまで行うことができています。さてリプレイです。ここはただクラッチゲーミング、いい形でウェーブをコントロールしてのタワーダイブでしたが、もうすでにもうモルガナ、エドワード選手はこれを予期して寄ってますからね。もうクルーグの位置にいますから。いや、さらにはこのスキルショットも見事でした。フラッシュインからの Q でしっかりとアルティメット当てていく動きですね。ちょっとクラッチゲーミングとしては、トップレーンサイド、アーカリ、レネクトン、というスノーボール主体チャンピオンを取っておきながらのこのスタートになってしまったというのは少し手痛いですね。さらにはトリスターナにもキルが入りましたから、余計に中心人物であるノーマンズ選手が活躍しやすい状況というのを作られてしまいましたね。カウンター成功で2ストレート、ただ大きなゴールド差には広がっていません。グローバルゴールドではわずかに UOL といったような状況です。さらに気になるのがですよね、はい、そのリラ選手の CS がちょっと、伸び悩んでいる部分ですよね。ボットレーンの、カバーだったりガンクというのはかなり狙っていたので、その分だけ CS が落ちているということにはなってますが、それにしてもアナナシック選手のカウンタージャングルが刺さっている点であったりというところで大きな CS になってますね。さあここはリラ少しでも取り返すためにこのリフトスカトルを抑えたいんですが、アナナシックが見ています。レベルが6対8です。レベル2差、さらにはミッドレーンの有利も UOL 側にありますからね。これは取れないですよ。ここはバルカンが慌ててカバー、なんとか強引に取っていった。デモンテが下から入っていく。アナナシックを狙いに行った。ノーマンズはロケットジャンプ、バスターショットを使用しながら逃げていきますが、フニが上からやってきた。アナナシックを見ているぞ。ここはなんとか掘削トレトンネルを使用し逃げていきます。タワー下に逃げ延びて、さあ逆にカウンター、 UOL が狙っていく。ボスとインナックス、そしてエドワードを挟んでいる。ポップブロッサム、逃げ道はありません。まずはフニを取っています。うわ、 UOL が鮮やかに相手の動きに対してのカウンターというものを成功させています。ここまでスカトルに対しての寄りというところでボス選手が出遅れたのでまずいかなとも思ったんですが、まあ、やはりアナナシック選手がここまで育てていること、レベル8という驚異的なスタッツで逃げ切れたのは大きかったですね。そしてここもやはりというべきでしょうか、ボットレーンからの素早い寄りでしたね。まあ、やはりエドワード選手がいち早く寄ることでチーム全体を支えてますよね。さあ互いにスワップの選択になりそうですか。一度リコールをして、さあ先ほどのシーンのリプレイです。ここはもうちょっとリラとしては何としても欲しいリフトスカトルでしたか。それに対してチーム全体を寄せてという動き、まあ、フニ選手の方がかなり寄りが早かったのでここで取り切れていれば、クラッチゲーミングとしてはかなりいい有利を取れたと言えたんですが、この後遅れて寄ってきたボス選手に囲まれてもうどうしようもなかったですね。さあトップレーンサイド、もう一度クラッチゲーミングが人数を寄せながら
アクションを狙いますが、ここはインナックスとしてエドワードのカバーも早い。まだノーマンズ選手の、リンドキングブレードといったところは完成していませんから、その時間帯であれば仕掛けられるという判断でどんどん積極的に仕掛けてはいるんですけど、やはりジャングラー同士の差というのが大きいですね。さあエラルドを触っていきます。ダリラパラレルトラップ、シールドをつけながら前に出ていきます。デモンテもカバー、バルカン、そしてコーディさんも寄ってきている。さらにはボットレーン、1人プッシュしていたフニをミッドレーンに上げています。 CG このプレッシャーによってまだボス選手はテレポートありませんから、はい、取り切らなければいけませんね。クラッチゲームとしてはボットレーンのタワー今フリーで触ってますからね。ボスなんとしても取らなくてはいけませんが、このヘラルド UOL は警戒をしながらの動き。さあフラッシュインからみんな俺に夢中、チャームをまずはエドワードにヒット、そのまま CC チェーン絡め取って1キル獲得です。スティールを狙ってアナナシック飛び込んだ。さあどちらが取った、これはリラーが取っていますからクラッチゲーミングが抑えています。さあさらにアナルシックフラッシュアウトにフニがついていく。さあただインナックスが待っていた、一度クロノブレイクでリラ撤退します。ノーデッドです。ここはちょっとエドワード選手浮いた立ち位置取ってしまいましたね。もう全体的にファームをするために散らばって、ユトヒラルドはスティールのみで諦めるような、そういった陣形にも見えましたから、ちょっと不用意な立ち位置を取ってしまいましたね。まあ、実際こうしてボットレーンではボスがかなりのタワープレートの獲得に成功。ああタワーの獲得までいきましたね。まあ、クラッチゲーミングとしては、まあ、相手 AP25 グレーシャルオーグメントの AP25 というところで、うん、そこまでファームを取られたとしても影響はないだろうという読みでの、このリチャードヘラルドのタッチだったわけなので、ここは計算内だと思いますね。おっとエドワードのダークバインド当たっていればというシーンでした。ただこういった動きをしていくと、やはり先ほどのようにキャッチの危険というのを回していきますから、まあ、できるだけパッシブに動いていきたいというところだと思いますね。まあ、本来であればこの動きをアナナシック選手が先ほどまでずっとやっていたわけですからね。さあ今度は UOL ボットレンサイドです。この時間帯は、まあ、トリスタナが王権が感染したということもありますので、まあ、かなり仕掛けていても問題ない時間帯、まあ、特にニーコのスネア、モルガナのスネア、ハイマのスタンと、まあ、かなり CC が強力なので1人キャッチからというのが大きいですが、さあただフニ 1V1 で仕掛けていく。ポップフラッシュを返すのはボス。さあフニただフラッシュイン、これはフラッシュを返してボスキルを免れます。ただフニ積極的に 1V1 からキル狙ってきますね。そうですね、こういった少数戦だとクラッチゲーミングの方が、かなり強力なので、できるだけ UOL としては戦闘を起こすのであれば集まって戦闘を起こしたいですね。さあそしてこのボットレンサイドでは集まれています UOLCG も一度引く判断をします。トップレーンにヘラルドをここで召喚。ボスはテレポートを使用して体力を整えて戻ってきています。タワー下フニが果敢に仕掛けていく。そしてリラフェイスダイブ、ここはテレポート、おっとボスが逆に飛び込んできた。リラ打ち取っています。さあフニがなんとか1キル返してはいるもののタワーのダメージ、そしてフラッシュインからインナックス、スキルショットしっかり当てて2キル獲得です。 UOL2 位トレード。さあミッドレーンではみんな俺に夢中、さらにはカレナル登場を使いながらアナルシックをノックアップしています。エドワードはストップウォッチを使用してはいますが、これはどうだ、セメクの怒りノックアップを、ただアナルシックはうまく返したぞ。ヨードルグレネードノーマンズが入れて DJ トレードに持っていきます。コーディーさんがアナルシックを打ち取ったものの、ここもトレード、ここでデモンテ選手少しスキルのタイミングを誤ってしまって Q がモルガナに入りませんでしたね。それで取りきれませんでしたか。さあその当たらなかったことによって時間を作られたということで少し状況悪くなってしまいました。彼のトップレーンのダイブも1トレードになってしまいましたね。いやここボス選手よくスネアを2人に当てましたよ。完璧でしたね。キルこそ取られてはしまいましたが、さあ直後テレポート反応したアインナックス選手に回収もされてしまいましたし、タワーも取れていないですからね。ちょっとクラッチゲーミングとしては先ほどから不利なトレードというのが続いてますね。いやそしてここも少しエドワードが立ち位置甘くなったかなというところを狙っていったんですが、 CG やはりちょっとタイミングが合ってないですね。Q のダメージ入ってないですから、それによって育っているアナナシックノーマンズのダメージが入ってきました。おっとちょっとノーマンズが 1V1 でかなり体力削られています。
クラッチゲーミングとしては、まあ、エラー感をうまく生かすというところはできていないものの、フニ選手が、まあ、しっかりファームを取ってワンブイワンのところで圧倒できるだけのファームというのを取れているので、ここを生かしにかかるというような状況ですね。さあ、ただトップレーンのノーマンズを狙いに行ったリラ、パラレルトラップはスターにはなっていません。逆サイドのボットレーンではアナナシックが仕掛けていきますが、これはキルには繋がっていない。さらにはリラがトップレーンのノーマンズを執拗に狙っていく。かなり引いてのリコールになります。さあ、どうでしょう、トップレーンのアウタータワーはこのままでいけばクラッチゲーミングが抑えそうですが、ボットレーンの人数差を生かしてインナータワーにまで手をかけていくのは UOL です。ミッドレーンはハイマーディンガーが1人で守れるような状況ですから、いやこれだとかなり不利なトレードになってしまいますね。アウタータワーとインナータワーのトレードですからね。これでドラゴンオイルのプレッシャーというところを UOL としてはかなり作りやすくなりますからね。ただ一方で、はい、ワンブイワンのスプリットプッシュという点では、まあ、フニ選手がもう圧倒していますから、そこを考えるとそこまで影響はないという判断ですね。あっと、さらにはここでコーディさんのフェザーストーンを使わせました。どうするか、ドレイク周りのコントロール、有力がかなり取れていそうですね。このドレイク、次に湧くのがマウンテンドレイクというところで、まあ、ハイマーディンガーを選択している。さらにトリスターナも、まあ、早いですから、そこは抑えておきたいでしょうね。逆に CG としてはこのマウンテントレイクを取られてしまうと、まあ、一気にスニークバロンの、そうですね、一気にスニークバロンの危険性が増すので、集団戦を渡るタイミングをロストしてしまう可能性がある、というところで、こちらも渡したくない。まあ、できるだけフニ選手がバックラインに入れるチャンスというのを伺っていきたいですね。さあ、フニの位置に気づいています。アナナシック、あ、そしてゾーニングをしてノーマンズがその間にトップレーンのアウトアタワー、あ、これは見事なプレーです。クラッチゲーミングとしては次のドラゴンバロンのタイミングで5対5の集団戦、特にエコーとアカリでネクト、この3人がバックラインにしっかりと入れる状況というのを作り出さないとちょっと苦しいかなという印象がありますね。さあ、このアナナシックの動きが指示としては先ほどから止めることができていません。かなりリバー、そしてジャングル内を自由に動いています。さらにはこのミッドレーンはインナックス、そしてエドワードによって守られているという状況です。ミッドレーンにハイマーディンガーを置かれてしまうと、まあ、いかにザヤラ感ウェブグレーが速いとはいえ、ハイマーディンガーも圧倒的に速いですからね。ブルーバフもしっかりと渡してますし、ここを打ち破るのは相当苦しいと思いますね。残り2分でマウンテンドレイクアップしますが、このタイミングレーンの割り当てとしては UL、 トップレーンにノーマンズ、ミッドレーンにインナックス、エドワード、そしてボットレーンにボスという陣形を取っています。ここサイドレーンから崩そうにも、やはりエコーというところでトリサーノを捕まえきれない。2位降を狙ってもいいかなとも思うんですよね。レネクトン対象視点のスターンもありますし、やはりフニ選手が中心ということもあって徹底してトップレーン狙いますね。デモンテ選手は本当にこのリラー選手の助けをもらわないというか、もらえないというか、かなり放置されるなんていう評価をされることもあるんですけれども、この試合でもまさにそのような状況になってますよね。そうですね、チームのバランスを取るためのピックであったり動きをすることが多いですから、彼にリソースを割くよりもフニ選手やコディさん選手にリソースを割いた方がいいという、そういったチームのスタイルですよね。まあ、やはり初戦ですから、そういった自分たちのスタイルというものをここまでは貫いていっているわけですが、ただ徐々にですがグローバルゴールドの差も広がってきました。 UOL が3000コート近い有利を作っています。さあ、7シクいった、ノックアップを入れて、ここはバルカンが華麗なる登場で距離を取ります。インナックスの CC は入りません。ここでアルティメットを使ってしまいましたが、ドラゴンまでに上がるかどうかといったところですね。さあ、それ返しに行きますと、ボットレーンサイドのドレイク前、トップレーンのウェーブとプッシュで変わっているので、フニ選手が先に寄れること、さらにはインナックス選手のアティメントがないことを生かして、まあ、ドラゴン周りの視界のコントロールを取って集団戦を行いやすくするというような状況が今現在行われている攻防ですが、フニの面白い位置、ただこれは視界に移りました。とにかく視界外からフニ選手としては入っていくというプレーをずーっと狙ってますね。ミスターナブリンクがあること、アルティメットでディセンゲージできることを
というところの特徴がありますので、なかなかワンブヤンでキルを狙いに行くというプレーがフニー選手できてないですね。そしてこのタイミングマウンテンドレイクがアップします。やはり互いに狙っていそうです。いや、このタイミングエンゲージいったのは UOL。 さあ、アナナシックがとんでもないバスからまずはバルカを打ち取っています。いや、さらにはコーディーさんも1人浮いてしまった。ロケットジャンプドレイクピット内入っていくのはノーマンズ。クロノブレイクでダメージを返すものの、リラも逃げ道はない。ダブルキル獲得ノーマンズ。 UOL3 キル獲得、マウンテンドレイクも抑えます。いや、 CG インクラッチゲーミングとしては最悪のタイミングで当たってしまいましたね。いや、リラ選手のポジショニングが全くシューター戦に介入できない状況だったので、いや、ちょっとどうしようもなかったですね。さて、 UOL3 キル獲得していますから、バロンへ向かいます。当然これを止めることはできないので、クラッチゲーミングとしてもタワーの獲得へと急いで向かってはいますが、すでにこの状態で6000ゴールド差ついてますから、はい、UOL 圧倒的な優位築けてますね。いや、この初戦早速とんでもないことが起ころうかという初戦になっていますが、全くレネクトンとエコーが集団戦関与できない状況でのスタートだったので、どうすることもできませんでしたね。 CG としてはその自分たちの陣形を作り変えようとしたタイミングで当たられてしまったような。そうですね、まずウェーブの状況を良くした上で、はい、まあ、しっかりと5対5当たろうというような展開にも見えたんですが、その前にイオールに仕掛けられてしまったので、ちょっとカウンターが取れなかったと、まあ、なんといってもデモンテ選手そしてリラ選手、この2人さらにフニー選手が合わせてバックライン入っていくこと、これが集団戦の大きな勝利条件ですからね。さて、そのままミッドのアウタータワーを獲得に UOL が成功しました。そのままインナータワーまでどうするか。ボットレーンにフニがいる状況です。 CG は諦めますか、このインナータワー。諦めてインヒビタータワーでということですかね。まあ、このような状況になるとクラッチゲーミングとしてはかなりフニ選手頼りになってしまうと、うん、いうのがなかなか特徴としてあるので、彼のファームというところをまず第一優先ですかね。彼がしっかりとファームを取ること、そして装備を整えてノーマンズ選手にフォーカスを合わせること、クラッチゲーミングとしてはそこから逆転していく。一方の UOL としてはエドワード選手、モルガノを使っている、さらにはボス選手もニーコ、今回はこの2人がピール役になると思います。その2人で全力でノーマンズ選手を守っていくと、そういったプレーが望まれますね。さあ、CG その狙いのフニにファームを集める動き、ボットのアウターターの獲得に成功です。さあ、今度は UOL トップレーンサイドへ動きます。やはりクラッチゲーミングとしては全く対応しないですね。そうですね、もうこのインナータワーはもういい、渡してもいいと、その間にフニがファームをできればということです。さあ、ただどうでしょう、このインヒビタータワーはどうするか。ダーサー前の睨み合い、リラにスロー、さらにはコーディさんにもいいダメージ入っています。さあ、ここでテレポート、エンゲージを狙うような形、位置を取っています。さあ、フニ裏を取っている。ただこれは UOL がうまく逃げました。ここはクラッチゲーミングとしても、まあ、当たれないだろうと、当たらずともインヒビターさえ守れればいいだろうという形のテレポートだと思いますね。インヒビタータワーは渡したものの、トップのインヒビターは守れます。彼らとしてもここでは当たりたくないでしょうね。もう明かりの3アイテム目の完成を待つと。さあ、エドワードが強気な立ち位置、ただブラックシールドがあるので CG としても無理はできませんが、フニーいった。さあ、エドワード打ち取った、1キル獲得。さあ、さらには煙幕で時間を作ります。味方の合流を待つ。これでフニも生き延びる。いや、ここで飛び出しました、フニのアウトプレー。これで一旦 CG ができなくなりますね。いや、よく時間を稼ぐことに成功しました。さらにはフニがキルを取ったことによってビルドの完成も早まりますし、クラッチゲーミングとしても逆転の目が見えるような、そういった一手になりますね。さあ、リプレイです。まさか行くとはと。スペルシールドがなくなった瞬間、いや、ニーコの E も避けてますし完璧ですね。一つでもスキルが当たっていればそこから CC チェーンでデッドしてしまうシーンだったので、いや、まさにフニらしいプレーと、フニらしいプレーです、いうような
戦目から本当に凄まじいアウトプレーの応酬ですね。この大舞台の初戦でですよ。まあ負には慣れてますからね。まあ確かに自信もあったでしょうね、彼ほどのプレイヤーなら。さあただ依然有利なのは UOL です。まあ先ほどのプレーがあったとしても、やはり5000ゴールド以上の差がまだこの両チームの間には生まれている状況です、はい。そして、まあ、クラウドドレイクが湧くと。ただこれはちょっとクラッチゲーミングとしてもそこまで重要視はしてないと思いますね。これが取れれば UOL は2つ目のクラウドドレイク。さあそのまま獲得につながります。ただ次のインファーナルドレイク、そしてバロンというところではファイトのタイミングだと思うので、フニ選手のビルドをそこまでに完成させておく。あとはコニーさんのザヤインフィニティエッジが完成するとよりいいかなというような状況ですね。もうすでにノーマンズ選手はインフィニティエッジまで完成してパースパイクを迎えている状況ですから、そこにダメージが追いつくとなると、3当て目のインフィニティエッジが必要かなというような状況ですね。 DX のピッケルまでは購入できています。さあフニはいつも通りとボットレーンでスプリットプッシュファームを続けます。さあ対して UOL はミッドレーンからトップレーンにかけて陣形を整え直しています。さあただここでフニがボットレーンか。バロンが30秒という状況でフニ選手のテレポートもないですから、それを考えるとファームだけボットレーンでしてテレポートで合流するというプレーはできないので、フニ選手としても強引に寄らざるを得ないとなるとファームをする時間が少し遅れますね。ちょっとこの3アイテム目の完成というの間に合わないですかね。それが彼らのミンコンディションになると思いますから、できるだけ待ちたいですけど待ってくれなそうですね。そのためにはこうして知事としても人数を寄せて睨み合うことで時間を稼ぎたいと。ミッドレーンのプッシュで負けてしまうとすぐさまそこから、バロンへのプレッシャーというのが高まっていきます。スニークバロンが非常に得意な構成ですから、そこで競り負けたくないという両チームの意図がいやかなり垣間見えてますね。互いに5人もうこのミッドレーンに集結しています。さあどうするか、スネア、ただこれはボスの分身です。互いにウェーブクリア、この位置でずっと行われています。さあまだフニは待つ、ただアナナシックがその位置に気づいています。あートップレーンのウェーブ的にはそうでしょう。さあバルカンにスネアが入っている。クラッチゲーミングとしてもこのままの状況を続けているとトップレーンのインヒビターがおられてしまうので当たりたいんですが、やはりバルカン選手しか明確なエンゲージがない中で、ヘルスが蹴られてしまっても難しいですね。いやさらにはこのプレーだ、これができるんだハイマーディンガーは。もうすでに味方が合流した時にはバロンの体力がかなり削られていました。 CG ここは当たれません。いやしっかりとカマン比べで勝ちましたね。トップのインヒビターこそ守ったものの UOL は戦わずしてバロン獲得に成功。やはりエドワード選手が加入したことというのは相当大きいようですね。ベテランによるチームの舵取りというところがうまくいっているような印象が先ほどのプレーからも見て取れますよね。さらにはこういったワールドという特別な舞台、大舞台の初戦にもかかわらずこういった動きができるというのは少なからずありそうですよね。そうですね。さあそして1分半でインファーナルドレイクが湧くということもありますから、そこを狙いつつボットレーンの指示と。完全に狙っている動きです。おっとフニが見つかってしまった。さあどうするか、アルティメット冠水を 1回まずは使用します。さあただここでスクライアーブルームによってウニの位置が気づかれた。フラッシュインスローを入れて1キル獲得です。ノーマンズ選手のフラッシュを使ってしまったので、まあ、このフニ選手が落ちている状況で何かしらオブジェクトを取りたいというところは思っているでしょうが、いやただうまくまとまりきれてないですか。ボットレーンのインヒビタータワーを狙いたいと、ミッドレーンのインヒビタータワーも同時にプレッシャーをかけていく。
というような人数の寄せ方にはなっています。 UOL これでインヒビタタワーを削ってインファナルレイクを確実につなげていくという判断ですね。あー、ただノーマンズがロングレンジから射程を生かした CG、 CG ミニもしっかりと守りましたね。いや、そしてミッドのインヒビタータワーも破壊に成功。いや、フニ選手がいないのでどちらにも対応取りきれないというところでかなり揺さぶられてしまってますね。ただここで復活しましたよ、フニ。さあどうする、アナナシック前に出た、フラッシュイン、ノックアップはリラに入っているぞ。まずはアナナシックのガーディアンジェルが落ちます。デモテはフラッシュアウトでなんとかボスのスキルショットを避けました。さあ戦闘を仕掛けている間にミッドとそしてボットのインヒビターの破壊に成功しているのは UOL です。いや、ガーディアンジェルこそ犠牲になりましたがその間に2インヒビター取れたのでこれは非常に大きな交換ですね。さらにはインファーナルドイクを取れます。いや、完璧ですね。落ち着いています、 UOL 非常に落ち着いています。インファーナルドレイクもこれで獲得、4つ目のドレイクです。ただクラッチゲーミングとしても今のところで当たりきらずに冷静にフニ選手のラバドの完成を待ちましたね。もうインビタを折られようともとにかく彼のビルドが揃うものを待つというのを徹底してますね。そして今まさにクラッチゲーミングはラバドンデスキャップフニが完成させました。ベネクトンはガーディアンエンジェルこそ完成していませんがストップウォッチがあります。次のファイトでクラッチゲーミングとしても決めるという判断ですね。さあ UOL はどうだ、手元にスネアを入れて体力を削りました。あとは残るトップレーンのインヒビターを取ることができれば3インヒビターダウンになります。 UOL当然そのインヒビターを狙っていきます。4人まずはトップレーンにミッドレーンを押すのはボスです。さあもう5人合流していますトップレーン。このタイミングはただクラッチゲーミングとしても仕掛けていける、フニの3コアができています。テレポートを使ってさあこのタイミング一気に距離を詰めていった、デモテが裏から狙っている、フニが飛び込んだ、黄昏の止まり、フラッシュアウト、ギリギリ生き延びた。さあそして入っていくエンゲージ、裏からインナックスが1キロは獲得に成功しているもののキルトレード、コーディさんが前からダメージを出す、さらにはデモンテはストップウォッチで時間を作った。あたらデモンテここでダウン、ダブルキル獲得はインナックス、2-2トレードです。これフニがフルヘルスで帰ってきますよ、体力整えてリラ、このタイミング合わせていく、インナックスが取り残された。ただここで無敵になって時間を作る、さらにはロケットジャンプからノーマンズが詰めてくる。さあただそのノーマンズに素早く反応しているのはフニ、コーディさん体力はないもののフェザーストーンも生かしながらなんとかダメージを出していく、インナックスのフラッシュインにはフラッシュで対応、コーディさん 1v1 はどうだ、ギリギリインナックスを打ち取ることはできない、さらにはその間にボスがフニを抑えて、さあキルトレードは 4-3 トレードだ、人数よりは UOL にある。またヘルスの状況的に芳しくないということで一度帰りますか。ただ全てのインヒビターを折ることにこれで成功しましたね。クラッチゲーミングはネクサスタワーこそ守りましたが残されたインヒビターはありません。まず確実に次のバロンは UOL が抑えるでしょうが、そのバロンのタイミングでどれだけネクサスタワー削れるかですね。やはりクラッチゲーミングとしてもここアイテム回生したタイミングで仕掛けてきたわけですが、やはりモルガナの存在というのが非常に大きいですね。ちょっと一瞬にしてフニの体力が削られすぎましたね。ブラックシールドによってうまく仕掛けきれなかった、さらにはここからニーコのカウンターで連絡とも受けてないですし、ただその後のフレヘルスで戻ってきたアルティメットがない状態の明かりでノーマンズ選手をフニが落としきったというのは本当に大きいですね。あとインナックス選手がゾーニを2回使用したというところですかね。それによって E がノーマンズ選手に当たってしまったんですね。それで、しっかりとノーマン選手の鳥さんが落としきることができたという状況ではありましたが、すべてのインヒビターがない状況ですがクラッチゲーミングはミッドレーを押し上げます。さあただフニがこのタイミングはいません、テレポートはありますが、まあ、自陣を守るプレイヤーがいないとネクサスタワーあっという間に折られてしまいますからね。さあそうなれば UOL としてはこのバロンが狙うことができます。クラッチゲーミングがかなり前面取っているんですが UOL も無理には仕掛けませんね。
ここで無理に仕掛けてしまって、テレポートからフニー選手のカウンターを食らってしまうとかなり苦しいので、その時は避けたいと。ただノーマンズがロケットジャンプ、バルカンを狙ったバスターショットギリギリ切られ場のカイトマリアナスターだ。デモンテが捕まっている。4人に取り囲まれどうしようもない。さらにはバルカン体力ありませんからリコールしなくてはいけません。1人少ない状況、ウェーブもやってくる。さあどうだ、ネクサスタワー2本残っているものの3ヒビタダウンの状況です。スーパーミニオンがどんどんときます。おっとボスがコップブロッサム、さあそれを見て前に出ていくのはフニだ。ザゾーニャのその時計、時間を作ります。ガーディアンエンジェルが2枚落ちました。アナナシックとのトレード、さらにはブレードコーラー、羽を下ろしスネアを入れているものの体力が全体的にないのはクラッチゲーミング。ミッドの復活したインヒビタはまずは UOL が取ります。2人いない状況、 UOL。 さあネクサスタワーがあっという間に2本割れていった。あとはこのネクサス破壊して、このワールズ初戦ユニコーンズオブラブがしてみせました。クラッチゲーミングに勝利しました。どうでしょうね、そのノーマンズ選手のキャリー力というのは、はい、まあ、以前から知られていたそういった存在で、まあ、ワンチャンスあるかなというふうには思ってはいたんですが、ただクラッチゲーミングのボットレーン、コディさん選手、バルカン選手が非常に強い中でボットレーンから崩されてしまうかなというふうな予想を立てていたんですよね。ただですがそのハイマーディンガー、モルガナというボットレーンのレーニングスキップするコンビを使っての、そしてアナナシック選手が序盤から有利を作っていってそのまま勝ち切るというプラン、非常に見事でしたね。ドラフトの面もそうですし、そして試合入ってからも本当に安定した戦い、ずっと有利を取り続けていたようなゲーム展開でしたよね、UOL。まあ、やはりそこにはエドワード選手が各所にしっかりと先にローテーションをした上でカウンターを取れているというのが本当に大きかったと思います。以前であればそのアナナシック選手が1人で先行してしまって、もしくはノーマンズ選手が先行してしまってキルを取られてしまうシーンとか、まあ、実際フニ選手が何度かキルを取りに行くシーン、非常に危ないシーンがあったんですが、そこを何度もインナック選手のテレポートであったりエドワード選手が先に寄ることでカバーできているというシーンが多かったですよね。いや、まさかこのワールズ初戦いきなりでしたね。いや、いきなりでしたね。ただそれだけなんでしょう、マイナーリージョンとメジャーリージョンの差が徐々にデスが縮まってきていると。ただ BO1 というところで、はい、まあ、初戦のドラフトで、まあ、一つ相手の意表をついたような形での勝利にも見えました。これ次戦った時に そうですね、そのコディさん選手とインナックス選手、このボットレーンの対決の間に差が生まれないかというところであったり、あとはノーマンズ選手の対策を、取られかねない、というのは、まあ、鍵になるポイントではあるので、まあ、そこのところどうするかですね。あとはクラッチゲーミングとしてはちょっとリラ選手のパフォーマンスというのがやはり心配かなという印象はありますね。やはりそのタンク系のジャングラーを使った時のパフォーマンスはいいけれども、ちょっとそのダメージを出すキャリー系のジャングラーを使った時のパフォーマンスがあまり芳しくない。まさにこの試合もそんなような形になってしまいましたよね。メタが少し逆風かなという印象もありますね。今強いのがそのリーシン、レクサイだったり、あとエコーのようなチャンピオン分ですから、はい、エンゲージチャンピオンがかなり、苦しんでいる状況の中でリラ選手がダメージ、そのパフォーマンスを出しづらいかなという印象は受けましたね。まあ、逆にアナナシック選手は対してキャリー系がかなり得意なジャンプ、得意なプレイヤーですから、まあ、カジックスであったりレクサであったり非常に得意なプレイヤーですからね。レクサのパフォーマンス凄まじかったですね。中盤以降も存在感をいかんなく発揮していました。ちょっと彼のレクサというのは今後警戒しなければならないポイントになりそうですね。そうですね。さあそれではブレイクダウンの方見ていきましょう。ということですけれども、まあ、ユニコーンズオブらしいミッドレーナーのノーマンズがダメージを出してというようなグラフにはなってますけれども、ただインナック選手もかなりダメージ出してますね。そうですね、あれだけレーンで苦しんでいたとは思えない量のダメージが出ていますが、まあ、ただやはり、まあ、レッドサイドをしっかりとカウンターで取りしたのは取れたというのは本当に大きかったと思います。次サイドが変わってブルーサイドになった時に同じパフォーマンスをノーマンズ選手が出せるのかどうか、そこが、まあ、非常に鍵になってくるポイントだなというのがこのグラフからも見て取れますね。まあ、やはりカウンターじゃないピックの時にですよね、はい、あとそのクラッチゲーミングがやはりその序盤に有利を取られた際に、まあ、逆転がかなり難しいというのが、まあ、まあ評判からも言われていたそういったチームでもありますから、まあ、このグラフからも、そうですね、序盤に有利を取られてしまってそのまま負けているというのが明らかですからね。まあ、そして
まあ、このクラッチゲーミングの試合を僕は1試合目見て、まあ、改めて感じたのはやはりそのミッドレーナーのデモンツ選手に対してはリラ選手本当に助けに行かないんですね。まあそれがチームのスタイルなので、まあ、仕方ないとは思いますけれども、ただやはりちょっとノーマンズ選手を相手にしていたのでデモンツ選手がそこに対してどうなんでしょう、介入するという手はあったんじゃないかなと思うんですが、そのもう多分ドラフトで不可能だと感じたんだと思います、はい、あなるほど、もうカウンター取られてましたからね。結局レネクトンの W に、トリサの W のプリンク合わせられてしまうと、うん、エコーの W も先に置くのでちょっとどうしようもないかなという印象があるんですよね、まあ、なのでこの選択は間違ってなかったと思います、ね、なるほど。それ以上にやはりトップレーンまたボットレーンで、まあ、先にそこを壊せておけば、まあ、そこから、まあ、バルカー選手が動いてきたりフニー選手が動いてきたりというところで、まあ、勝てたかなという印象はありますね。そこに対しては UOL のカウンターが見事だったと、ドラフトが本当に見事だったと思います。素晴らしいゲームでした。1ゲーム目ユニコーンズオフラム勝利ということになりましたが、続きましてゲーム2です。デトネーションフォーカスミー VS スプライス、ちょっとこの注目の試合が、まあ、もう控えているわけなんですが、ここで一度インターバルの方に入らさせていただきます。それでは一度失礼いたします。